皆さんこんにちはウィィズペティ犬猫病気辞典です今日は犬の急性膵炎について症状原因後発品種予防方法治療方法の順に解説しますそれでは早速始めましょう犬の急性膵炎とは膵臓が自己消化を引き起こす疾患です水蔵とは 腸に挟まれた内分泌外分泌器官でありこの疾患では時間非単位の短い期間で炎症が劇的に発生します重度の場合強い腹痛が認められることがあり伏せのままお尻だけを上げる祈りの姿勢と呼ばれるポーズでお腹をかばいます急性膵炎は全身性炎症性反応症候群をはじめとして 性血管内症候群多臓器不全と連鎖的な急激な病状の悪化により死に至ることがあり速やかに動物病院に連れて行く必要がありますまた治療後に糖尿病や水害分泌不全などの大きな病気が続発することがあります急性水炎では発症から48時間までに治療を開始できるかが予後に 大きく関わります。犬の急性膵炎の症状とは、嘔吐、下痢、食欲不振が見られます。重度の場合、強い腹痛が見られます。先ほどまで元気だった犬が急に激しい嘔吐、元気消失を起こし、激しい腹痛により祈りの姿勢をとることもあります。膵臓の位置する、 上部消化管の出血が原因になる黒い便が見られる場合もあります膵臓には強力な消化酵素が含まれており正常な状態では食物の消化を助けますこの酵素は不活性された状態で保管されており膵臓を溶かすことはありませんさまざまな原因により膵臓の消化酵素が異常に活性化し膵臓自身を消化し始めることで 急激な炎症反応が引き起こされます急性膵炎が進行すると消化液が腹腔に漏れ出し腹膜炎を起こしまた肝臓から分泌される消化液である胆汁の流れを障害することによる肝障害や腸管から逆流した腸液に含まれる細菌の肝臓への感染など多様で劇的な症状が一気に併発します。 これらの障害により、炎症を発生させる物質が全身に波及し、SYRS が発生します。全身の血管では微小出血とその修復が繰り返され、また活性化した膵臓の酵素により、血液凝固系が異常に活性化します。全身の至る臓器で血栓ができ、血小板が不足し、出血が止まらなくなります。この状態を DIC と言い、 最終的に M.O.F に至り、犬は死亡します。犬の急性膵炎の原因とは、肥満や高脂肪食、他にもいろいろな要因が報告されています。膵臓の酵素が自己消化を起こすきっかけとして、肥満や脂肪の多く含まれる食事の多球、物理的な衝撃などによる膵臓の障害、クッシング症候群。 糖尿病腎不全などの代謝性の疾患腫瘍などの関連が報告されています犬の急性す炎の後発品種について5歳以上の中高齢の犬がよく罹患する疾患ですトイプードルミニチュアシュナウザーヨークシャーテリアウエストハイランドホワイトテリアイングリッシュコッカースパニエルアメリカンコッカースパニエル コリ、ボクサーキャバリアキングチャールズ・スパニエルなどが後発犬種だと言われています犬の急性す炎の予防方法について肥満症を予防するための食事管理を行います脂肪の多く含まれた食事や肥満状態は急性す炎の高リスク群だと言われています犬を適切な体重に維持し必要以上のおやつをあげないことで ある程度の予防効果を期待できます犬の急性水炎の治療方法について水炎の強い炎症を抑え湯液や鎮痛剤で状態を改善させます早期の治療では湯液、生糖剤、鎮痛剤、抗炎症剤などの投与を行います脱水を改善し循環動態を保つために湯液を行います 生徒剤の投与は、胃酸の過剰分泌による悪影響を抑え、食欲を回復させ、早期の食事の開始を目的としています。腹痛が強い場合、鎮痛剤を投与します。また、感染の所見がある場合は、抗生物質の投与も行われます。症状が回復してきた場合、食事療法食である低脂肪食の給止が行われます。 低脂肪食の給止は、水炎の再発を防ぐ目的があります。本日は以上となります。今回の動画で大切な愛犬の健康維持のお役に立てれば、大変嬉しく思います。この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録・高評価ボタンをよろしくお願いします。今後も犬の病気についてたくさんの動画をアップしますので、興味のある方は、 ぜひチェックしてみてみください。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日はありがとうございました。